女優の広瀬すずさんです。2012年に雑誌専属モデルとしてデビュー、2015年はテレビドラマ初主演のほか、映画海町ダイアリーがカンヌ国際映画祭に出品、映画化け物の子で声優デビューも果たされるなど女優として大躍進を遂げられました。また主演映画4月は君の嘘、ちはやふる、映画怒りなどの話題作が来年公開予定です。広瀬さん、本当におめでとうございます。ぜひとも今のお気持ちお聞かせくださいませ。はい、はじめまして、広瀬すずです。今回このような賞を送ってくださって本当にありがとうございます。なんかすごくキラキラした皆さんの中でこんな私がってずっと恐怖不思議に思っているんですけど、素敵な女性になれるようにこの賞に恥がないようにこれからも精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございます。広瀬さん、ありがとうございます。とても美しいコーディネートですが、少しファッションのポイントなどを伺ってみてよろしいですか。はい、今回はいつもより少し長めの丈のワンピースにお花のワンポイントをつけて、ちょっとそれに丈に合わせて高いヒールを履いて大人っぽくしてみました。とてもエレガントで素敵です。今年振り返ってみますと、映画やドラマ含めても怒涛のような1年だったと思います。そういう時、休みの日にはどういうふうに過ごされているんですか。だいたいお昼過ぎまで寝てます。それかでもお洋服が大好きなので、起きてから買い物に行ったりとか、映画に見に行くことが多いです。なんか今注目しているスタイルとか、ちょっとチャレンジしてみたいなスタイルとかありますか。結構モノトーンな私服が多いので、ピンクのニットだったりとか、ピンクのスニーカーだったりとかが今すごい探してます。そうなんですね。じゃあそういう面も含めて来年すごい楽しみですね。はい、本当に今日はありがとうございます。そしておめでとうございます。皆様、広瀬すずさんに大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。